さあ、では続きいきましょう。ロックマンセブンです。スプリングマンステージ。まあ、こいつでしょ。間違いなく、スプリングマンはこいつでしょ。で、こいつの道中では、また、サーチかな？サーチで、重要アイテムがあるみたいなので、それを取りに行きます。よし。でっかな？わかるかな？場所がね、すごいわかりにくいんで、方がね、リトライポイント寸前って書いてあるんですけど、そもそもリトライしてないとわからんやんって話なんですけど、これこういうことか、こういうバネを使うんだよと。はいはい、オッケー。もう早くも嫌な予感がしますね。あ、むずいな。え、あれ、うん、むずいな嫌な予感が。これは絶対届かんから、まあ安全に行きますか。アダプトつけて、関係ない、ん、行ってしまうか、行ってしまった。あっと、ふう、これ上戻り無理やね。回復したかったけど、まさかあっちないっすよね。いやもうね、隠し通路がないかあるかが怖くて、おー、あぶね。そこなんかおるよ。マシンみたいなのおるよ。スライディングができませんので、よし。バネだらけやな。ステージ自体はすげえ簡単っすね。難しいことはない。全然。もう至って単純。その隠し要素、あっと危ない。隠し要素だけがちょっと怖いって感じだよね。これやったらもうめちゃくちゃ楽ですね。これ。これやったら超楽やわ。このスーパーロック状態であれば、すごく楽です。怪しいかこれ。そうでもないか。お、なんかある。下もいけるな。これどうしましょう。とりあえず。これなんや。これなんや。わあ。ちょっと待って。まずこれを倒して。乗るのかな。いや難しいんですよ。こいつで行くとかえってむずいな。あのね、理由はわかりますかね。ちょうどボタンを、丸ボタンを押すとタイミングが、そう、説明しにくいすごいむずいんやけどな、説明しにくい。あっち行ってこっち行ってる。ちょっと待って。ここは簡単。これをふんだんに使っていこう。ちょっと待って。びっくりが出るよ。びっくりが、ここで出るから。気をつけて。わかっ。ワープや。ワープ。さっさと取りに。お、ここは。ここほら。これやな。あからさまに怪しいな。あ、ほうほうほう。で、カチッと。ん？カチッと切り替えて。こうやね。多分。これで壊してもらって。よし。はぁ、え？ごっつい、でっかい、なんていうの、ネジのでかい版？今のはちょっと許してほしいな。今のは許してくれませんかな。リトライポイント寸前の真ん中の床を、この辺？リトライポイント寸前。ここリトライポイントですよね。じゃあやっとくか。これは気づくか？
違う。突然やから、ここか？え？ここかな。もう戻れへんぞ。これ取るな。あるか。来た来た。なんか来た。なんか来てる。出たー！超でかい。でも、別に回復だけ。あんま意味はなさそうやね。あんまり意味はなさそうです。ほっといて、行こう。はい、行きます。はい、激ムズと、スーパーに行きます。もう一つの、その隠し箇所も、基本的にそういう感じっぽいので、消費アイテムっぽい、ネジっぽいんですよね。なので、ほっといて、あっちの、こっちは重要っぽいから、こっち取りに行きます。ほっ。まあ、それワープ置いてあるわな、そら。むずいもん。とりあえず S で。いや、ここ乗っていいのかがすごい怖いのよ。乗れる。だっか。間違えたー。いや、もう完璧間違えた、今。操作ミス。そう。まあ、このゲームのミスはほとんど操作ミスですが、特に操作ミス、ボタンミスった。難しいんですよ。かえってこの手話のせいで難しいかもしれんぞ、これ。よし。でも通常のロックまで行く勇気は私にはない。降りて手話。よっしゃ、取った。これ何やろ。ネジを取って、これスーパーネジっていうらしいです。何か全くわかりません。効果は不明。まあ、あれでしょうね。その、開発のところで何かしらの効果があるんでしょう。おーおーおーおおいかんや。よし。よし。で、下が通常ルートか。でかい。いかんはでかい。こっちもいけるけど。こっちもいけるけどな。下降りてきたら、あー、そういうことね。落ちたら多分、下からやり直すなんですよね、これ。こういうことですよ。いや、かんって。ゴリ押し。降りて、こう、ゴシ、行った。行った、行った、行った、行った。オッケー。意外と食らってない。意外とダメージは食らってません。ステージは超簡単やな。よっしゃ、もう来た。では、ここは、爪。これか。スラッシュ黒。おお、いいね。種とかはできない。下、上、関係ない。よし。いや、結構燃費悪いな。こういう技は大概燃費がいいんやけどな。いい。あれ？あれ？おう。無敵時間が長い。もう一回飛んでくる。そして降りてくる。はい。はい。もう完全に見切った。うい。飛びっぱな撃てへんかな。ここ。無理か。よいしょ。お疲れー。はい、こいつは弱い。めちゃくちゃ弱いです。たずぜー。ラスボスでこの技使いたい。うわー、なかなかいい色味になりましたよ。紫入ったな。はい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 。このワイルドコイルは前後にバネは、前後か。後ろと前。このバネを両足につければジャンプ力がアップしてスーパーライトとの関係だ。そんなことないって。え、なんなんそれ。できないってこと、できるってことか、できないってことか。できないと見ていいですよね。今の言い方。でも、前後にバネを出すって言ってるから、
もしかしたらそのバネを使った何かしらの効果があるかもしれないですけどね。そのジャンプ高くなるとか、バネに乗って飛ぶとか、まあ、その辺もちょっと後で調べよう。使ってみればすぐわかるでしょ。さっきでかいネジを拾ったんですわ。投げた。何も言わんと投げた。これか。お前のネジかこれ。本当の実力を発揮できるだ。え？あ？うん。やりましたな。めっちゃ生きてる。新しいアイテムができた。よーしよ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 し。よし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 。今までの半分のネジ、嘘ー。貯めといたらよかったー。すごい、いきなり半額。うわ、半額。なにこれ ?800。ロケットバスターが遠くに飛ぶようになる。うわ、欲しい。いや、ちょっとエネルギーバランスが出す。武器エネルギーが回復されても、これ勝手に回復するやつや。いいな。サーチラッシュとか、これ持ってるからいらないですね。ラッシュジェット、これはエスカンダス使用すると体力も武器エネルギーも全部回復する。はい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 。ビート救出機能いらんけど、うわー、ちょ待って、これセールやな。でも800ため、これ欲しいな。ていうかエネルギーバランサーもめちゃくちゃ欲しいですね。なるほど。オッケー。わかりました。じゃあ、まあ、とりあえずクリアを優先して、その後で、ワイリーステージ直前で貯めようかなと思います。はい。ということで、次、ラストのボスに行きたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。